なんていうか、例えばサイドで、あっちがゴールやったら、主張しながら、まあ、これ、フォア前に取られましたけど、左足打てんけど、こっから、なんかそのシュートを打つ感じで、左で打てますと、そしたら、ゴールって、こんな重しが少なくていいから、前に入るとか、これは、ちょっとこう入れてあげるだけでも、キックインなんで。関数フリーキックでしょ。こっからちょんって出してもらったボールをそのまま打つ。これ一番シンプルですね。だからこれだけでシュートの回数が増えるんですよ。ここでフェイって言って、ここでボールもらってシュート打てずにゴタゴタするよりは、でカウンター食らう可能性が一番高いんで、それやったらちょんって出してもらって打つ。でこれが後から効いてくるのが、今までみたいにボールをもらってドリブルっていうのが、これを繰り返しても効いてくるんですよ。相手が飛び込んでこないから。だからどんどんシュートを打っていきましょう、こういう形で。